アルバさん、ちなみに白浮き2人って誰か聞いてもいいですか？いや、言いません。ミスリードになったら嫌なので。いや、そこは男見せましょうよ。保険をね。男見せましょうよ、そこは。結構白いなって思ってる人が2人います。男見せよ、男。言いません。狂うばっかり引く人生。3人くらいしかミュート解除してなかった今。アベレイさんの判断が遅いですね、アベレイさん。はい、マップを見てどこに行こうかなと考えております。鱗だけでした。え？え？ダウンロードはどこかを先に見ましょうって思ったけど、貨物ですね。最前で尽くしたな。で、次キッチンでアップロードして武器庫タスクがいいね。一番効率いい。OK。ダウンロードはね、どこかっていうのをね、最優先で見ましょうね。OK。で、中央寄りにして、除染は今回はやんない方がいいかな。白、黄、緑。エンジンの方やった方がいいね。白、黄、緑、緑。あー、死んでる。書き換か。いや、申し訳ないっす。あら。これ直近くらいじゃないですか？いやー、結構経ってるかな。かきさんのさ、最終目撃情報を洗った方がいいんじゃないかな。開始10秒ぐらいで武器庫で見ました。東野です。開始10秒で武器庫。開始10秒ってことは多分結構移動はしてそうですね。わかんないですけど。他のとこ見てます？あれも見てます？見てない。僕、エレクトリカル、あれ僕見てたら怖いな、結構。エンジンメイン、エレクトリカルメイン、シャワー、アーカイブで見てないです。なるほどね。結論だから右側ではなさそうかなって思う。あれもが見ていないんだったら右側ではなさそうかな。あれも、ラウンジとかカキさんと一緒に湧いたの？いや、カキさんと一緒に湧いてない。そうじゃなくて、誰も絡めたらおかしいなっていうのは。整理しましょう。リスポーン値を。僕はメインです。そういうアベレージがキッチン。はい、アルマピカクロスがエンジン。で、そう。あれアーカイブだったと思う。アーカイブ。貨物です。エロプテがアーカイブじゃない。一個言っていいですか？それおかしくないですか？いや、いいですか？アメネコさん、メインの弁とか出てきませんでした？出てないですよ。いや、なんかすげえ出てきたように見えたから結構話振ってたんですけど、メインの左下のね、キッチンと繋がってる弁当から出てきたように見えたんですけど、最後らへん弁当開いてないですね。違うかな？すげえ見えた。それ確定じゃないですよね。絶対って言い切れないんですよね。僕メインシャワーメインエンジンで行こうとしたんですけど、アメリコさんを見ておらずで、プテハスさんが多分エンジンからメインの上まで行きましたよね。弁当の部屋行きましたよね、プテハスさん。でその後見たんですよね、多分アメリコさんを。そこから登ってくるアメネコさんをね。あ、じゃあほぼ本当に弁当見たっていうんだったら手橋さんとで OK です。あ、僕は普通に左下のボタンを押してるんで、一応これ大丈夫ですよ。ローラーしましょう。ローラーした方が強いです、絶対。インポート出るんで、はい。ローラーも必要ないと思ってます。やめてほしい。見間違いだったら怖いから。また貨物やっちゃったの、惜しい。はい。もう。押すの？白いじゃん。やめましょうやめましょう。僕ら見間違いで二村つったら最悪だから。いや見間違えてじゃあ見間違いの前提で話を整理していきましょうよ。アメリコさんの行動順路があとおかしければ弁当の可能性高いし。いやさ待ってごめん弁当の話もういらんと思う。いやしましょう。いる？いります。いるんだったらもうそれと思いますよ。はい。とりあえずアメリコさんの移動経路は聞こうよ。僕は普通にメイン行ってエンジン行ってぶっこ上エンジン戻って最後メインのあれで最後でカチッってやってるやつですね。ぶっこ上は東野が見てます。はい。メインの左下どのタイミングでいたんですか？あ最後ですよ。一番最後に入ってボタンカチッってやるやつやって。エンジンからですか？エンジンから。僕会ってないですけど。それ近くのさんって見ました？私が通った時には確かアメネコさん走ってきてたような気がするけど覚えてない。本当ですか？なんかね色合い的にその水色とか青系の人が走ってるのは覚えてるんだよ。あエンジンですれ違ったのトウヤですね。ピカさんと僕アメネコさん僕エンジンのベント近くで終わりなんですけど、うん、はいはい。あ僕あれですよだからエンジンからメイン入ってメインのスイッチを僕は入れ終わってますからね。うんだから見てないです。私ねまっすぐコックピットに走ってるから、うん、あの後、ね、だからもしかしたら私が通り過ぎた後にアメネコさんが出てるんだったら分かんないかな。あ OK です。もう多分議論で先端がもうロッカー外れないんで僕を釣ってもらってプテ橋さんまで釣ってもらって OK です。で2キロが起きた場合だけ先端をその時釣ってください。釣らないです。アメネコさんだけでいいと思います。それだったら僕とプテ橋さんの二郎になるんで。ああそうですね。プテ橋さんだったらいい頃先端ってさ、僕より前にいたっけ？後ろにいた？アメリコ見間違えたとしても、ちょっと僕がアメリコさん疑っちゃそうなんで、ちょっとつっときたいかな。あと、かきさんが左で。足もつるし。怖えやめようやめようよさんつらないんだったら。大丈夫、いいと思います、いいと思います。で、その後2キロ来たら先端がインポスターなので、その時先端を釣ればいいし、そうですね。平さんのローラーでいいよ。大丈夫、大丈夫。来た時はおかしくないですか？大丈夫です。おかしくね。ごめん、さ、なんか、はい、そのロラ対象者のプテ足がアメネコさんじゃないかもしれないって言って状況下で周りから詰めてアメネコさんを釣ってるわけだから、もうアメネコさんを釣った以上プテ足も釣らないといけないですよ。いやー、最悪だわ、これ。だって、これで白白ローラーの懸念をするんだったらキルの方詰めていた方がいいし、アメネコさんを釣る必要すらもない。だから僕とプテ足さんの二郎ってなるでしょ、その場合は。そうですね、そうですね。そうだよ、それがあるから釣らないといけないよね。いや、それで釣らなかったらいいじゃないですか。で、二郎来たら僕インポスターっていうのがアメネコさん主張おかしくない？プテアさんまでローラーして2キロ起きたら僕がインポスターでどういう理論だって思いません？それ以前の話をちょっと言いたいことがあって、アメネコさんのタスク順番の違和感としてメインホールの勝ちってそうそうそこ行ってないっていう点がだから私聞きたかったのが開幕エレクトリックから降りてるか降りてないかの確認を。そうでしょ。だからそれを聞いて言ってなかったんだったらアメネコさんのタスク順番がおかしいからアメネコさんインポスター決めて落とせるってことができたんだけど、そうじゃない議論で言っちゃって。いやそれだったら話できるよ。アルマ君エレクトリカいたよね。いやでもまあ2ターンあるから別に言ってたって言われても別におかしくないんですよね。例えば他のターンで言ってたからって言われても。申し訳ない。その辺聞けばよかったですね。ちょっと待ってそこは洗いたかった。僕がローラーする気は全くないです。止めてほしい1個止めてほしい理由は、まず僕がアメネコさんのことを見たって言ったふうに言ってたけど、僕はベントから出てきたところを見たんじゃなくて、ベントのところから少なくともそのタスクをやってる装備じゃなくベントのところから上に移動するアメネコさんを見たのね。だからベントから出てきた、だからベントから出てきたのに見えたの。アメネコさんは奥ってことですか？奥から出てきたのね。ベント開いたとこは見てないんだけど。じゃあでセンターさんはメインからエンジンに入ってアメネコさん見てないんですよね。そうっす。じゃあもうで僕は、ちなみに言うと、アメリコさんを黒で確信してるわけではなく、白の場合も考えて、釣りたくないって話をしてます。白の場合も考えて、釣らないでほしい。そう。そういう感じでいいと思ってます。アメリコさん自身も多分釣られた方が良かった場面だと思います。プテさんって誰ですか？アルマ入れました。はい、自分ですね。ありがとう。ありがとう。ガッチガチ夏目先生 LINE つなぐね。夏目先生かな。いやー、これアメリカさん白あったら申し訳ないけど。怪しさ満点だったな。これ違かったら本当に申し訳ない。ボタン押そう。あ、押してんだったー。初手ボタンか。いやー、押しときたかったな、ここ。ちょっと豚屋さん混んでほしい。色疑われてるから。アベリーさんが、エンジンルームの右の階段のところで死んでました。え、いける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 。僕、アドミンある。このタイミング、今だ、今ね、今のアドミンある。うん、コックピット1が僕で、武器庫に2。ああ、武器庫に2かな。じゃあ、うん、キッチンに2か武器庫に2だ。キッチンに2だったら、アルマピカクス3。通信スイッチは。はい。はい、え通信室は絶対1だよ。はい。あら。で、あとメインじゃなくて、エンジンに2。僕としたいです。あとどっか1個、1。どっかな。右の方に1、どっかついてた。トウヤがシャワーにいます。夏目先生、確かキッチンにいたよね。はい。うん。キッチンから武器庫でコミュニケーションって上がってるはずだから、エンジンにしたいですよね。はい。はい、多分夏目先生できないんじゃないかなって気はする。まあ時系列的にはできる位置だけど、あ、本当？まあコミュニケーションにいたのが自分って話なら信じてほしいかな。あ、ごめん、コミュニケーションか。ごめん違うわ、俺あっちだ、セキュリティの方。申し訳ない。勘違い。セキュリティか。うん、あ、ちょっと覚えてない、セキュリティは。ごめん。まあでもいつ死んだかわかんないから、まあ関係ないか。あと、豚屋さん、僕にめちゃくちゃついてきてたんですけど、僕ともに色を疑われてるんで、一番多分やっちゃいけないので、離れた方がいいと思います。お互いできないよね、できないんで、今後、多分僕たちは多分近づいちゃう。言うかなって思って、嫌かなって思ってやった。嫌がらせやん。やば。嫌かなって思ったらメールをした。どうしたの、夏目先生。いや、なんもないです。すいません。あんまり様子を入れたくない。見切りできる時間ありますかね。ごめん、アメリコさんのことが、白でも疑っちゃいそうだったんつったっていうのはさっき見たんですけど、アメリコさんが白だったら本当申し訳ないので。いや、それだったらもう、柿さんのキルの話、なかったけど。まあ、それもわかります。それもわかります。申し訳ない。はい。ボタン押してほしかったね。事態起きる前に。どっから入るの？ボタンを押さないと3切りで負けそう。マジでありがとうございます。素晴らしいボタン。アルマさんが僕のタスク完了を見届けてから押してくれましたまあ、で、トウヤタスク終わってます。僕も終わりました。お、いいですね。俺あと3つぐらい。私はね、あとね3つか4つぐらい残ってる。僕もまだ電気室のパチパチがあるな。いや、僕さ、ちょっとごめんなさいね、あーは言ったけど、まあまあアメネコさん自信あります。90ぐらい、90%ぐらいある。でもガチ最高すぎるでしょ今日。90%ぐらい自信あるんだけど、弁当開いたわけじゃないからね。でも自信はあるんだけど、もしそうじゃ違った時の保険みたいな発言です、あれは。じゃあさ、保険かけるならついてこないでよ、じゃあ。特にかけてこないでほしいよ。そうだから。まあ、いいんじゃないですか。キルペースから考えても多分アメネコさんなんだろうなって気配すごくするんで。あ、ごめんなさい、ダブルキルじゃなかったのが、そう。危ね。めっちゃ焦ってた。そもそもそうだから、普通にタスク終了を目指して走れば問題なくて、1インポスターで残りの人数を落とすのも多分相当きついはずだから。釣り入れたんだった。申し訳ない、僕が釣ったんだった。一人で逃げるする時間ないですよね。センタさん、自分が釣った相手が殺されたって勘違いするのも結構最後です。すいません、アメリさんを見た方は怒ってたからってことか。そうと思ってた、ごめんなさい。だから僕が違ったってことがね、言いたかったのね。いや、違います。しかもさ、最後の方にさ、アメネコさん白ならごめんなさいとかも言ってたよね。言ってた。やばくない？僕はなんかちょっとミスリードになったら申し訳ないですが、2人だからごめん、ダブルキルが起きてると思ってて、2連続キルができたかどうか分かんなかったから、アメネコさん白だったら申し訳ないって、まあ初日に言うべき発言をしてて、であとアメネコさん白の場合、プティハスさんと僕の二郎が一番疑われてるからついてこないでほしかったけど、まあ嫌がらせについてこられてたっていうのがやばいなと思ったって話。オッケーです。アルマさん、ちなみに白起きしたって誰か聞いてもいいですか？いや、言いません。ミスリードになったら嫌なので。いや、そこは男見せましょうよ。保険をね。男見せましょうよ、そこは。結構白いなって思ってる人が2人います。男見せよ、男。言いません。プテハシさんやばすぎんかマジでガチ最高すぎるんだけどやば。自信あるけど自信ないって言って、自信ないならより一緒に来ちゃいけないのに嫌がらせついてきて、これやばいな。マジやば案件なんだが。アメリカさん黒だったらいいな。夏目先生とのピンク黄色、夏目先生との色だったら一番嬉しいけど。ピンク黄色白。はい、エンジンルームのところに、エロちゃんさんの死体が転がっていて、そばに夏目先生がいたって感じ。あ、目の前で平倉さんが殺してました。2キロ起きてて、OK です。そういう、先に話させてもらっていいかな、私が見つけてるから。はい、どうぞ。はい、夏目先生がそう言ってくれるんだったら、夏目先生がインポスターで間違いないと思う。私目線はそういった感じじゃなくて、普通に死体を見つけただけだったから、夏目先生がそうやって私だっていうことを塗ってくるんだったら、夏目先生インポスターで間違いないから、最悪5人だしローラーで終わると思うので、夏目ピカクロスローラーで大丈夫です。僕もそう思います。はい、お疲れ様でした。ボタンの情報が大事だな。一応言っとくと、僕エンジンから今コミュに向かって、東谷さんが中にいて、夏目先生が武器庫のドアを開けてたっていう状態ですね。まあ、これ2キロですよね。待って、タスクはどうですか？私も終わった。タスクは残ってます。もう無理だから30秒。いや無理です。でも釣ったら確実ボタン。アルマさんは多分セキュリティで死んでます。ちなみに。いいですか？はい。あ、じゃあいやそうじゃない。東野さんとセンターどっちかボタンあるんだったら分配して絶対にサボタージュで負けない。ない。東野多分ある。多分か。ちょっといやあるはず。ね、ちょっといいですか？一つだけ先端視点で自分が2キル無理だし、そもそも自分はエンジンでの配線タスクをやってたっていうのは先端が知ってると思うんで、ピカクロさんに投票してください。あ、ごめんなさい、見てない。そこ見てない。ごめん。どっち行く先端？スキップします。とりあえずボタンを押す。いやじゃあ、トヨさんボタンで。スキップでも大丈夫。ローラーしてもらった方がいいんじゃないかなっていうタスク状況から聞いてて思ったけど。トヨさんに合わせる。ローラーでいいと思いますけどね。どっちからやります？ピカクロスさんで。はい。あ、オッケー。じゃあ私から落としてもらって、次夏目先生確実に落としてもらえば大丈夫です。はい。ちなみにトヨさん、私になった決め手は？いや、あれですね。ピカクロスさんがコックピット見た後に右の方に大移動してたので、ちょっと。ああ、ナイス。いや。よかった、言わなくて。ピカさんとトウヤさん白だと思ってた。危ない。ピカさんとトウヤさんが白だと思ってた。よかった、言わなくて。それはなんでですか？ピカさんはなんか聞きたい質問が僕と全く同じだったから。そう、だから白く。そう。多分アルマさんは私のこと白く見てくれてるかなとは思ったけど、状況的にもう見つけた人を切るしかなかったんで。そうですね。しょうがないですね。いやもうね、申し訳ないわ。いやどうもです。切った後に弁当移動は絶対正しいと思うので。いや今日死にすぎ。いやマジでピカさんにございた時めっちゃ叫んだ。えっ？結局アメリカさん弁当で当たってましたかね。そうですね、弁当移動。ああよかった。ただ結構僕は弁当移動してから先端が通って、その後プテハシさんが通ってるんで、僕目線多分エンジンから目に入ってても先端には目撃されてないんじゃないかなと思います、JK列的に。でもタスクが奥に入る必要がないので、弁当のとこまで行かないと成立しないですね、そこは。行く理由がないので。いや先端にさ、そう2キロ起きてたと思われた先端にめちゃくちゃ嫌がられたから、でもやっちゃったしな。いやマジでもう本当にブチギレそうだった。なんでついてくんだこいつと思って。一番やっちゃいけないことにずっと僕逃げてたのに、ずーっとついてくんの。そうもうブチギレそうよ。しかも嫌がらせさせようと思ったとか言ってて、どっからその余裕が出てくんだと思って、サイコパスすぎるだろうと思って。てかエンジンの死体ってピカさん切ってキッチンにもうすでに飛んできてたってことですか？それともどこの死体のエンジンルームの階段はルートとしてはアルマさんキルした後キッチン弁当からメインホールに上がって、その後僕が死んだ時じゃなくてエンジンの階段で死んでた時、アベレージさんをキルしたのは、そう、エンジンで切った後武器庫を抜け、エンジンで切った後エンジンルーム弁当からキッチンに抜けて、展望デッキに行って、展望デッキで停電鳴らして、停電直して、時系列を、アリバイを作って、アルマさんとこうとした感じ。間に合うんだな。キルクル上がってないかなと思って。いやー、よかった。ちなみにエロちゃんさん、私の弁当移動見ましたあれ。いつですか？あなた見てないです。メインホールから合流したとき、あれ弁当で出てきたタイミングだったんですけど。あ、そうなんですか？いや、分かってなかったですね。ああ、そっか、じゃあ当ててくる必要性なかったな。俺、ちょっと待って、ピカさんとか言って、押すのちょっと待って、助けるからとかなんか、フレンドリーでした、俺分かんない。のんきなやつめ。いや、惜しかったな。結構いいとこまで行ったんですけどね。残念。めちゃ良かったですね。はい。キルうまかったです。ありがとうございます。じゃあ、行きますか。はい。お願いします。